ガブリエル・デ・ストレとその妹は、フォンテーヌ・ブロー派の画家により1594年頃に描かれた絵画である。より正式には、ガブリエル・デ・ストレとその姉妹、ビアール公爵夫人とみなされる肖像となる。浴槽の二人の女とも。本作は、1937年に、フランスのルーブル美術館が取得し、以降、同美術館に所蔵されている。 マニエリスムを代表する作品として名高い。この絵画の作者は不詳であるが、フォンテーヌブロー派の誰かであるとされている。手前には入浴している二人の裸の女性が描かれている。この二人のうち、右側のブロンドの女性のモデルは、フランス王である、アンリ四世の長妃ガブリエルデストレであると考えられており、左側の女性のモデルは、ガブリエルの妹である、ビアール公爵夫人。 あるいは、バラニー元帥夫人であると考えられている。左側の女性は左腕を伸ばし、右側の女性の右の乳首を指でつまんでいる。この仕草は、アンリー4世の死生児をガブリエルが解任したことを、示唆しているものと解釈されることが多いが、子供を多く産むことができる女性であることを、示唆しているとする見解もある。一方、右側の女性は、左手で指輪をつまんでいる。 この仕草は王と結婚することを望んでいるという自らの意志を示唆しているとされる。二人の女性が入っているバスタブは寒さを防ぐために光沢のある赤いシルクのカーテンで覆われており、バスタブの中にも大理石の冷たさを和らげるために薄い布が敷かれている。奥に見える薄暗い部屋にある大きな暖炉では火が燃えており、その上に飾られている絵画には 裸の人物の下半身が描かれているのが確認できる。暖炉の前には緑色のベルベットで覆われた箱のようなものが置かれている。何も映っていない小さな鏡の前にいる次女はこれから生まれてくるであろう赤子の産着を塗っているものとされ、これは手前右側の女性が妊娠しているとする説の裏付けであるとも考えられる。ありがとうございます。